ございます。おはようございます。喉が変になった。おはようございます。怖い。おはようございます。しーちゃん頭のてっぺんなんかゴミついてない。てっぺん映ってないもん。そのままじゃない。そのままじゃないでしょ。おはようございます。あ、そうだ、チーズも持ってこようとしたの。あー、いいか。いいよいいよ。チーズ今日はね、始業式だけ学校やっとね行きます。はいはい。なのでね、ちょっとね免疫がつく食べ物。うん、すいません、すごい。え、納豆卵これいつもやるんですよ。そうなの。めっちゃ美味しいんで。リミちゃんは結局ツナですね。リミ昨日納豆卵食べたからね。美味しかったでしょ納豆卵。うん、ワクワクしてるし。美味しかったでしょ。私のおすすめだからこれ。納豆卵おすすめだそうです。あのさ、うん、あの納豆卵のさ、うん、あるじゃん、うん、納豆。うん、卵が入ってなんか、うん、あれにも卵かけるとさらに卵が増して美味しいんだよ。今日は違うんだけど、うん、ね、あとヨーグルト と、ブロッコリーと足は変な感じです。 R1 もあります。はい、じゃあ今日も一日頑張りましょう。はいはい、じゃあね、はい、ちょっと一気にバーッと用意しちゃいましたけど、はい、はい、こんな感じでね頑張ってください。クラス替えですね。はい、頑張ります。ドキドキ。いい、マスクは絶対外さないよ、暑くても。分かった。分かりました。うん、見てこれ、まあ、あの先生から言われると思うけどちゃんとこまめに手洗ったりするんだよ。はいはい。ねえ見て、んリミさ、うん、これ出してほら。おお、リミとの差が。大きさ違う。セバちゃんこんなに持ってくの今日。何持ってくの。早くない？お道具箱とか別に今日じゃなくてもいいんだよ。今日がいいの。今日がいいの。うん、気合い入ってるね。まあいい。じゃあ行ってきます。うん。はーい。じゃあね。じゃあね。頑張って。まず帰ってきたらね、手洗いうがいしましょう。まずはランドセルを置いて。大丈夫リミ、重かった。ランドセル久々の。今日すごい教科書持って帰ってきたんでしょ。それが重かったんだ。やばいね。パンパン、ずっしり。宿題あるよ。そうだよ、宿題いっぱい出たでしょ。出たかも。しおちゃんちょっとあっち撮っとこうか、カメラ入んない。はい、久々どうでしたか。楽しかったです。楽しかった。楽しかった。あ、リミも楽しかった。よかったよかった。クラス替えね。うん。クラス替えの話は、あ、今撮っちゃうかじゃん。はい、じゃあそこ分けて。早く食べたい。はい、ということでお昼ご飯は塩ラーメンで。はい。ラーメンいいよ。ラーメン登場するの初めてかな。よく食べるんだけどね。よく食べるよね。うん、いただきます。はい、あっちおいしい。え、今日さ、始業式どんな感じでやったの。始業式、始業式、うん、校庭でした。校庭なんだ。体育館じゃなかった。そっか、なるほど。でもそれやってるところ結構多いかもね。ね、うん、確かに密室になんないもんね。うん、そっか、よかったよかった。それはだから先生すごい大変そうだったよ。そうだよね。うわ、はけて。そうだよね。それは何、新しいクラスごとに並んだの。そう。そっか。それでクラスの前に先生が来て、うんうん、みんな喜んで。あー、そっか、そこで先生の発表があって。校長先生が、そっか、なに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 、わー生徒喜ばないと先生の気持ち考えたら、うん、そっかそっかそっか。じゃあ全員みんな喜ぶ。喜ぶ、うん、でもシーンってなってるクラスも見ると笑うっていうんだ。え、なるんだ。なってた人いたクラス。2年生とか戸惑ってた。あ、戸惑ってたんだ。そっか、5年生とかは普通にもうウエーイ。そうだね。
知らない担任でもわーってなるのはちょっと、うん、まあ先生の気持ち考えたら、ね、わーってなった方がいいなって、うん、わーってしたの？したじゃん、ちいちゃん。うん、ちいちゃんは結構そういうのする方だよね。うん、意味しなかったの？うん、意味はしないタイプじゃない？かわいそう、先生かわいそう、うん。なんとりみちゃんこの後なんかスイッチの約束をしてるみたいなんですよ、視聴者さんと。でもちょっとね遅くなっちゃってね、帰ってくるの。りみの方がだいぶ遅かったねって帰ってくるのね、うん、なのでちょっとね間に合わないかもしれないけど、まあ遅れましたって言えばいいかね。ママん、先生戻ってきた。あ、聞いた、しーちゃんから、うん、超びっくりした。でもそんなことあるんだね。だってさ、退職しましたってさ、うん、言ってさ、うん、二人式の時にさ、うん、手紙来てたじゃん、うん、でさ、いろいろさ、お世話になりましたみたいな感じの流れで終わったじゃん、うん、37年ぐらいいて。そうだよね、うん、それなのにさ、今日また復帰しましたってこと？そういうこと。どうして？そうか、どうしたんだろうね。音楽の先生決まんなかったのかな。それかもうまだまだ やりたくてしょうがなかったのかな。どっちだろう ね。多分音楽の先生決まらなかった、決まらなかったのかな。でお願いしたんじゃない、校長先生が。そっか、やっぱり校先生が必要だったのかな。でももう大丈夫でしょ、二人とも。もう慣れてるよね、全然平気。うん、とりあえずいい子にしてれば怒らないから。私、先生と意外と仲良くて。そっかそっか、いいの私。でも多分当分ね、歌を歌うとかはね、ないできないと思うの、音楽の授業は。うん、ね、うん、だからどうなんだろうね、音楽とか。音楽の教科書配られたよ。配られた。一応教科書は全部一通り配られたんでしょ。配られた。そうだよね。でも漢字ドリル、計算ドリルはなかった。あ、そうなんだ、間に合わなかったのかな。次来た時に配るんで、うん、ああ、そっかそっかそっか、うん、なんか休校にね、急になったりしたから先生たちも本当大変だよね、バタバタね。うん、あのさあのさ、教室どこになった？お口に卵ついてる。卵。はい、じゃあちょっとね、細かいね、学校内の話はちょっと電話はできないので。はい、じゃあ急いで、りみちゃん急いで食べなくちゃね。りみどう？来た？来た？あ、また来てるのに。ん？出会えた？うん、うん、え、スプラすんの？うん、あつ森？うん、あつ森か。こちゃん、あれ、かわいい子ちゃん。ちょっと、かわいい子ちゃん映したい。え、あれ、かわいい子ちゃん、かわいい子ちゃん、かわいい、ジニャン、ジロン、かわいい。あれ、もう一人かわいい子いたよね。いた、かわいい子ちゃんいた。あら、かわいい子にゃん。ちょっと、うちらは親バカすぎ、かわいい。親バカすぎん、ずっと可愛い言ってるよ。かわいい、チロコロかわいいね。ちょっとじゃかわいいだもん。かわいいね、かわいい、ジニャン。毎日かわいいって言ってるよね。うん、ほんとかわいい。毎日一緒にいるのにかわいい。何やってんの、まあ、何回ってんの。かりゃん、かわいい、かりゃんも癒しだね。癒しだね。コロナかかってもコロンで多分突き飛んじゃう。コロンがコロナかかっちゃうよ。なんてことを言うの、プシ。かからないよ。今何？癒され中？うん、癒され中。コロンに癒され中。キロン。リミは？キミ。リミはシロンに癒され中？うん。かわいいな。
親バカすぎじゃない、なんか。そう、ごめんなさい、親バカすぎ。かわいいね。またやってるし。今コップ下入れてやる。どら焼き。はい、おやつにどら焼きを食べました。はい。はい、今ちょっとね、ささっと買い物に行ってきました。はい。セリアと、しほちゃんが行ったのはセリアとジャンプ。あ、ジャンプじゃない。ささっとね、はい、ちょっと動画とかでゆっくり撮る時間っていうのないので、うん、はい、もうささっと買い物行ってきました。で、はい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 、ママ、しほちゃん車にいて、ママだけちょっとね、ドラッグストアとかちょっとスーパーとかささっとね、食品を買ってきました。はい。ふう、疲れた。はい、じゃあね、何を買ってきたんですか。もう言っちゃったよね、ジャンプってママね。言っちゃった。ジャンプ買ってきました。ジャンプはですね、前回のあの200話の炭治郎のやつと、うん、どうしても欲しいっていうのでね、じゃあ今回だけと思ったら、今回もちょっとやっぱ大事なシーンがね、シーンだったんで、ちょっとだったんでね、ちょっとね買っちゃいましたと、はい、あとセリア行ってきて、うん、セリアでは両面テープと、うん、フックと、フックね、フックとハーバリウムの液体を、ね、そうそう、2個、はい、で、これで終わりです。はい、はい、何をするかというと、何をするかというと、今からですね、壁をね、うん、ちょっとまた鬼滅のグッズでね、うん、ちょっとやりたいなと、鬼滅にしたいなと思って、はい、両面テープとフックを買ってきました。はい、というわけで今からその作業に移るんですけど、はい、いいですか。はい、はい、はい、ということで今から壁にね貼り付けていきたいと思います。はい、で本当はこれね、うん、このねフック、フックにかけようと思ったんだけど、うん、入んなくて、だから、うん、なので、うん、こっちの両面テープで両方とも留めていきたいと思います。ファー生活の時にあのやった、パズル、はい、とこれは あれだね、なんかかかってたやつ。今取ったんでしょ。そう、落ちないように取っちゃったんだけど、うん、コルクボードに鬼滅のグッズを飾ろうと思って、はい、なるほど。じゃあこれをここのテレビの上のこの壁につけたいのね。そうなんですよ、ちょうどいいスペースだと思ったんで、うん、あ、こんな感じね。良くないですか。うん、じゃあちょっとつけてみよっか。はい、じゃあつけてみたいと思います。貼れました。じゃーん。はい、じゃん、いい感じだね。うん、じゃあここに右のコルク、今何もかかってないから、ここにまたね、かけ直しましょう。はい、全然は確定なんだよ。あ、そうなんだ。ねずこと？そうそう。あんまないもんね、その2つはね。これ高かったんだよ。確かに。1500円で、いや、2000円かな。あ、そうだ、これ普通にアニメイトで買ったんだよね。うん、父ちゃんが秋葉原の。そう、お小遣いで買ったの。ね、あの頃はコロナとかなかったんだね。本当はね、炭治郎とか、ひのすけも欲しかったわけ。うん。高かったんだよね。ねえ。まあ、しばらく行けないけどね、アニメイトも。ここまだ映しちゃダメだね。あ、そう、映しちゃダメなのね。うん、今度ね、あのある程度鬼滅グッズとかがたまったらまた紹介してくれるそうですね。うん、そう、うん、もしもなんか缶マッチが多すぎて、あのさ、うん、飾れないんだよね。そうなの。キーホルダーが全然ないっていうか、私。じゃあこれどうする、これで終わり。どうする、だって私が作ったさ、うん、プラバン、プラバンやばいよ、めっちゃ失敗したけど、1個見る、 やばいやつあるから。どれ、見てください、カノを作った。あ、そうそうそう、これやばくない。これ
ね、やばいよね。見てください、これちゃんとまっすぐにならなかったの。きっかかっちゃって。でもきっかけね、可愛くできたのにね、ここまでね。悲しい。悲しいよね。うん、こうやって飾ろうと思ったんだけど、それちょっと失敗だよね。あとのは、あとのも失敗なの。これも、あ、それは失敗じゃないか。これよくできたやつじゃない。あとどれだっけ。ムイ君でしょ。あ、ムイ君いいじゃん。でも形ちょっとなと思って。でもっとやばいの善逸なの。あ、善逸もちょっとだけ引っかかったんだよね。引っかかってやばいやばいって言って、こうやったらなんとか言ったんだけど、うんうん、形がなかった。でも可愛いよね。で、花子くんは正直言って、あ、花子くん顔だよね。顔は何、失敗。失敗だよね。どう、前髪とかさ、失敗したなと思って。目全然見えなくない。ちょっと目が見づらいよね。まあでもこれはこれでいいんじゃない。これ後ろラーメンつけたのにね。キラキラ。失敗した。え、じゃあこれっていうのもうこれしかないじゃん。そう、これしかない。鼻緒のこれしかこう成功したっていうのがないってこと。外にカバンにつけてた時もこれしかないし。うん、だから今ね、花子くんね、頑張ってね、うん、もう一回作ってるの。もう一回作ったの、ほら。あ、今作り途中なのね。今作り途中で、まだ全然見えないけど、ヤスリかけてない状態なのね、まだ全然。あ、こちょっと見える感じ、こんな、なんか白い。あ、ここに写せば、おお、いいじゃん。まだヤスリかけてないから。え、でかっ。だってさ、前もこんな感じだよ。そっか、もう5分の1ぐらいになっちゃうもんね。これだよ。そっか。あ、切るんだけどね、こうやって、うんうん、これだよ。じゃあとりあえずそこさ、決めて飾ろう。え、本当にプラ漫画する。いや、なんでもいいよ。じゃあちょっとね、いろいろ考えるそうなんで、叶わせたい。できたらまた写します。こうやってふらけてね、ふらけて、うん、完成。完成。なんかずっとね、叶わが揺れてんだよね。そうなの、なんか永遠止まらない、揺れが止まらないの。はい、じゃあね、ちょっと引いてみるとこんな感じ。いいでしょ。なりました。どう、あ、大丈夫。こんな感じ、ちょっと見づらいけど、こんな感じです。いいじゃないですか。はい、すごいね。もうどんどんなんか鬼滅になってくね。結構減らしました、ここは。あ、そうね、ちょっと見えるところはね、すっきり今、うん、今まだこんな感じですっきりです。そうですね、うん。まあ、またね、もっと増えたら紹介したいそうです。はい、はい、はい、ということでね、ご飯までジャンプ読みたいと思います。やばいね、今回のジャンプね。うん、あ、見せられないんだけど、うんうん、ヤクレバのシールなの。あー、付録が、付録が、へえ。やばいよね。そっか、ヤクレバも大好きだもんね。好きなんだよ。でもずっとはジャンプ買い続けないからね。うん、大丈夫。分かった。分かった。うん、もう買わない。うん。あ、でやばくなったらまた買うか。うん。まあそれしたらやっぱ自分のね、お小遣いからだよ、ちゃんと。うん。はい。じゃあママはね、ちょっとご飯作ってくるのでゆっくり読んでてください。はーい。本当にヤクデバのシールやばいね。友達ん家にね、鬼滅のシールがあって、うん、羨ましいなと思って。あ、そうそう、ジャンプの付録であるんでしょ、鬼滅のシールとか。そうそうそう、ね、売ってたね。YouTube ですか。はい。明日から宿題いっぱいだね。今日今日だけだね、ゆっくりできるの。うん、ね、学校はないけど、やっぱね、ちゃんとやることがね、いっぱい学校から出てるみたいなんで、明日からはちゃんとね、午前中やること、うん、宿題やって、うん、ね、はい、やります、明日から。明日から強調されてますね。はい、ということで、夜ご飯です。はい、いや、今日はちょっとね、時間なくてね、はい、バタバタしましたね。はい、やっぱもう撮影と買い物とか行ったり、今日学校だったしね。学校だったし、ママ今日ね、昼間編集したんですよ。朝の。そうで、しーちゃんたちが帰ってくるまでにね、お昼までに終わらそうと思ったけど終わらなくて、でお昼作ったりさ、いろいろとして、でさっきしほちゃんと買い物も行ったじゃん、うん、いやちょっとね、今日はバタバタして。まだ編集終わってないの。え、今日は、うん、4時にちゃんと出しました。あのケンタッキーの大食いのやつ。みんな見てね。見てないか。
で今日はですね、なんとね、一見豪華に見えるんですけど、これあの業務スーパーでチンするだけのやつです。はい、これいいよね。安いし、いいんですよ。昔ね、買ったことがあるんだけど、最近業務スーパー行って久しぶりに買ってみました。前も食べたけど、だいぶ前ね。業務スーパー自体全然行ったことない。ほとんど最近行ってなかったからね。業数いいよね。うんね、久しぶりに行ったよね。はい、じゃあ食べましょう。はい、いただきます。いただきます。一応ね、食べにくいからフォークと、ナイフも今日は用意してあるんで、はい、ナイフでお肉切って。ナイフで身蓋ちょう。あ、ごめん、じゃあしーちゃんの方。あれ、今日もあるよ。あ、じゃあママのかな。じゃあそこ1個置いといて。ちょっと1個多く入れちゃったから。いただきます。はい、見て。はい、どうかな、リミちゃん。うん、どうかな。うん、いただきます。はい、うん、うん、おいしい。普通にチキンでしょ、うん、トマトのね。我が家は最近あの麦ご飯、ね、健康にのために。はい、じゃあね、ゆっくり食べたいと思いまーす。はい、今ね、ひろしちゃんとね、チプラやってるの。どうなの、うん、お友達から LINE 来てんの？そう、LINE 来てんの。うーん、何だって。今日の動画の OB 企画見たよ、面白かったね。うざ、面白かったって。これからも動画撮影頑張ってね。優しい。コナーに気をつけてるなって。優しいね。うん、優しいね。優しいお友達だね。だね。お熱を測る。はい、お熱を測ります。よし、よし。気合入ってるの。お熱測るのに。よし。じゃあリミ、何度でしょうか。そう、予想、予想だから。36、3、うん、ブーブー、367でした。じゃあ次、私、ママ、じゃあさ、測り終わったら見てね、うん、私予想するから。36度8分で。うん、36度8分さっき37度だから36度8分予想、うんうん、2度ぐらい下がってるかなと思って、うん、ご飯食べて、うん、ちょっと休憩して落ち着いたし、でも笑ったけど、いっぱい笑ったけど、笑ってさ、笑って体温上がっちゃったんじゃない。体温上がっちゃって37度4分ぐらいだったら嫌だよね。嫌だね。でも予想は36度8分だから。はい、起きた。ママ見て、先見て。見れないよ、ママ。はいはい。あー、もっと低かった。36度5分でした。リミより低いじゃん、うん、やった。本当にね、クラスが良かった。良かったね。良かった。リミは、リミはリミもね、仲良しの友達となったもんね。うん、3連続同じクラスの子もいるよ。そうだね。もしね、5連続同じクラスの人いるでしょうか、いないでしょうか。チクタクチクタク、どうぞ。 5連続いる。どうぞ。いる。正解はいないでした。あ、いないの。4連続で切れた。4連続で5年生もなれるから、はい、分かれましたみたいな。あ、じゃあさすがに5連続はいなかったの。いなかった。おー、みんなめっちゃいっぱいいるの。誰々くんと誰々ちゃんと誰々いるんだ、他の子は。うん、5連続、うん、4、5人ぐらいいるのに、うち3年から1人しかいなくて、ダメだった。でも1人しかいないよ。じゃあもう多分ダメだね。ダメだ、ダメ。はい、はい、というわけで、はい、でも今日はね、もう明日からまた休校で、はい、そうですね。でもね、宿題がいっぱい出たので、そうなんですよ。明日からまた勉強をしっかりやらないとね。そうですね。はい。
じゃああとはお風呂入って寝るだけなので今日はここで、はい、もう終わりにしたいと思います。終わりにすいませんします。はい、バイバイ。それではバイバイ。バイバイ。グッバイ。 See you next time. See you.